茶畑ひもんや3丁目菜園アドバイザーの川西です。今日はこれが発生したら失敗するオウム玉ねぎの分球対策について紹介します。最後にご質問にもご回答します。ぜひご覧ください。それでは行ってみましょう。それでは現在の状況について見ていきましょう。8月頃に植え付けをしたオウム玉ねぎになります。このように、ね、元気に育っています。遠目から見ていただいてもこう全体的に少し違うなというところがあると思います。こちらが今日テーマにしている分球してしまったオウム玉ねぎになります。オウム玉ねぎというのはもともと小さく球根になっている玉ねぎを植え付けるというもので、玉ねぎの種はすごくちっちゃい細かい種なんですけど、種から植え付けるのではなくって、そういった少し小さいものを植え付けることで年内に玉ねぎを収穫できるよというタイプの玉ねぎになっています。今日は分球してしまった時どうすればいいのっていうことをご説明していきます。こちらとこちら見ていただくと少し違いがあると思います。大きく育ってきているのがうまく育っているオウム玉ねぎになっています。それに対してこちらですね、2つ植え付けたわけではないんですよ。1球が2つに分かれてしまっている、これが分球してしまった状態です。これがどうして起こるか原因についてご説明します。分球してしまう原因としては、最初に植え付けた球根が最初から大きかったということがまず1つ目として挙げられます。球根を実際に見るととても小さいように感じますが、オウム玉ねぎとして育てるのであれば直径が 2.5 センチほどのものがベストになります。で、2センチ以下の小さいものは生育が悪くなりますし、3センチ以上の大きなものは成長のしすぎで冬前に分球しやすくなります。で、こちら植え付けをした方に聞いたところ、やはり大きかった気がするよっておっしゃってたので、少しもともと大きいものを植え付けたんじゃないかなと思います。他の原因としては植え付けの時期が早すぎるっていう可能性もあります。どちらかの理由で分球してしまうんだと思います。で、また他の原因としては球根のサイズが適切であった場合でも時々分球することがあるのですが、これは窒素過多による生育過剰が原因である場合もあります。オウム玉ねぎも追肥は必要ですが、肥料が多すぎると肥料過多となり成長しすぎて分球してしまいます。肥料には窒素、リン酸、カリの基本3要素が含まれていますが、この中で窒素が多いものを与えていると成長しすぎの原因となります。オウム玉ねぎでは窒素、リン酸、カリが同等のものか、リン酸がやや多めのものがおすすめです。肥料の他にも植え付け時期の先ほど申し上げた問題や、植え付け時期が適切でも今年気温が高かったのでそういったことが原因になっているかもしれません。実際に分球してしまったよ、そんな時はどのように対応していけばいいのかご紹介します。それでは分球が発生してしまいましたら2通りの方法があります。1つ目はそのまま育てるという方法です。分球してしまった状態なのでもうあまり大きくはならないのですが、植え直しもできないのでそのまま育てていくこともできます。もしそのまま育てる場合は周りに雑草がないか、また触ってみて柔らかくなってしまっていたりとか病気になっていないか、そういったことを確認するようにしてください。2つ目は収穫してしまうことです。分球してしまったオウム玉ねぎはかなり遠出しがしやすい状況になっています。遠立ちしてしまうともう終わってしまうので収穫して食べていただくのがいいと思います。オウム玉ねぎ、葉っぱもですね、葉玉ねぎとして食べれるので、まあ、私はこちらの収穫する方法がおすすめかなと思います。じゃあ今日は実際にこちらのですね、もうマルチの穴にパンパンになってしまって、まあ、5センチはいってるんじゃないかなっていうものが、分球してしまったものがあるので味見がてら収穫してみようと思います。じゃあこちら収穫していきます。浅めに植えているのでほとんど抵抗なく抜けそうです。いきます。あ、もう取れました。このように収穫していくことができました。葉っぱもね、まだ少し食べるところがありそうなのでいただこうと思います。それでは質問コーナーです。白菜の植え替えの動画にコメントいただきました。今日はかなり落ち込んでいるようで心配です。でも動画としてはこれでもかという教科書のような害虫の被害なのでためになる動画になっています。参考にされる方多いと思いますってコメントいただきました。コメントありがとうございます。またご心配いただきありがとうございます。
ね、どうしても野菜育てているとこういうことが起こりがちなんですけれども、まあ、落ち込みすぎず頑張ろうと思っています。同じような気持ちの方もいらっしゃると思うので一緒に頑張っていきましょう。でですね、植え替えをした白菜今こちらに映ってます。また大事に育ててるんですけど、先ほどチェックしたらこちらの手前の方にやはりアブラムシがちょっとついていて、また撃退していたところです。もちろん肥料足してないんですけど、まあ、ちょっと多かったのかなって次回の参考にさせていただきたいと思います。今日はこれが発生したら失敗するホーム玉ねぎの分球対策についてご紹介しました。この動画が面白かった方はチャンネル登録と高評価をお願いいたします。石屋畑ひもんや3丁目菜園アドバイザーの川西でした。それではまた。